ということで、ちょっと今日はですね、ピアノ即興詩人の川瀬さんという方をちょっとお呼びしてまして、ちょっと一緒にやろうかなと思っております。川瀬さん、いいでしょうか。はい、よろしくお願いします。マイクを、はい、あ、いいです、大丈夫です。あ、失礼しました。川瀬さんとはですね、あ、マフラー、ヒュー、寒いですね、今日寒いですよね。はい、ありがとうございます。マフラー、ヒュー、川瀬さんとは誕生日が一緒なんですよ。そう、偶然 ね。で、それで厚かましく私がいろいろこうね、お願いをしてね、一緒に横浜とかで何回かライブをさせていただいて、はい、で、次回4月の24日にもちょっとあるんですけど、はい、というところで厚かましくも、もうストリートピアノでは結構有名な方なんですけど、はい、なのでCD とかも出してらして、フランシス・レイさんのね、はい、ファンクラブの日本代表させて、そうなんです。なのでフランシス・レイさんの曲ね、いろいろあるんで、もしよろしければちょっと CD とかを買っていただければ。タクの CD は違うけどね。ああ、そうか、全部オリジナルです。あ、そうかそうかそうかそんな感じで、結構みんな映画音楽で聞いたことあるような曲が多いですよね。こんな感じのね、素敵な曲ですよね。そう、私もちょっと歌いたいんですけど、はい、フランスはちょっと難しいので。いやいや、日本語でいいですから、4月ぜひ歌ってください。はい、じゃあちょっと4月の20日はね、それでね、はい、はい、と思います。はい、はい、じゃあどうしましょうか。さっきの通りじゃないですか。私がちょっと今青いルリという名前で世に出てますので、ルリ色の地球、松田聖子のちょっと歌いたいと思います。お願いします。Thank you.
今ね、そこでね、ずっと手話をやってらしたんですね。あ、そう、この曲をね、手話でずっとやってくださった。ちょっと後からね、まるこさんの話をゆっくり聞きたいと思います。さて、はい、あと冬の曲ということで、ちょっとね、さっきのは松田聖子さんですけど、これからは今井美樹さんの曲をちょっとやりたいと思います。久石譲さんが作った曲ですね、はい、ピアノがちょっとこう素敵な感じですねっていうプレッシャーをかけてみたりとかして、はい、全部即興なんで、私の毎回変わります。あ、そう、はい、即興なので本当に毎回変わるんですよ、すごいね。だけど全然私大丈夫です。はい、じゃあ OK です。ちょっとチャレンジングな伴奏したかな。あ、マジですか。嘘だよ。いいですよ、チャレンジング。じゃあチャレンジします。はい、はい。あなたの家
言っちゃった。はい、まあちょっとこの時期にいつもやっぱりアカペラの曲を歌ってまして、アカペラの曲というか曲っていうかオペラの一個をちょっと歌ってるので、ちょっと今日はそれを歌って終わりにしたいと思います。私の会話今日はありがとうございました。引き続き長さんと素敵な長さんと丸子さんの曲を聴いていただければと思います。はい、本日はありがとうございました。では。